イライラするから見ない、うん、あとつまんない話が目が悪いやつだからほら姫ちゃんズみたいな違いババアしかコメントしないわけでしょ、なんかキラコメみたいな、もう見てて面白くない、もうコメントが面白ければさ返しも面白くなるわけだ、もうなんかね、なんか言っちゃえばさその変な精神病のババアがさ AF どうも思わないよ、なブロックしてるから、うん、なん無関心ですよ、うん、あのそういうなんつうのもう迷惑ビッもう迷惑クソババアのコメントってつまんないんだよね基本。あ、俺ウォーキング俺ね最近ねジョギングしてる、ごめん俺朝日奈にブロックされてるから多分わかんない、あの人いないと思ってた今まで、うん、やってんだ、じゃあブロックされてるね、舐めてんのってかさっき話したよ普通に、普通に話したよ、別に仲良くはないけど仲悪くもない、あ別にそれでいいんじゃないその話で、じゃあ向かってる向かってる、うん、明日行く、あそうなんだ、競歩じゃない、競歩はマラソンで落ちこぼれた人間が最終的に行き着く逃げ場だから、競歩はうんこだよ俺からすりゃ、はいこんばんは、だから寄り目を待ってんだ俺はずっと、今時の人は寄り目、お前ら分かってねえな何にも、朝比奈水にゃんとかキンバーとか組長とかどうでもいいんだよ今、そう今この家モータルエンジンみたいに動いてるから、この家移動都市だから、うん、実はキャンピングカー、お前今寄り目だぞ、今トレンドはなあ、寄り目が彼女の実家に居候になってんだよ、こんな面白いことないでしょ、はいこんばんはね、そう本当はのりこの家に乗り込もうとしたんだけど猛反発食らって、うん、当たり前だお前の話題が今ね俺が出してあげてんだから感謝しなさい、そうトレンド押さえなきゃダメだよ、はいこんばんは、うん、そう悪いけどあの人面白くなるよこれから絶対に、富士山行かない行かない絶対行かない、時代の先端は寄り目だよ今、トレンド追いかけなきゃダメだよな、朝日奈と水谷なんか見てるうちじゃにわか、メガホンありがとう、うん、どう見ても滑稽でしょ、うん、今日寄り目すごい面白かったよ、あねこまなんかクーラー壊れてもう全然火ないんだって、16度設定でもなんか29度あるとか、まあ、もっとあると思うんだよね多分、で猫まあ、窓開けたらすげえ涼しくなった、うん、オッケーオッケー解決解決って言った2分後に草地になって言ったんだよ、えっと思って俺、えそこまでして騙したいんよみたいな、うん、ああ大丈夫猫まとか、大丈夫大丈夫涼しくなったわとか言って2分後に草地になって、それ我慢しなきゃダメじゃん配信終わるまで、はいこんばんは、あのね猫まと2人で暮らせないんでしょ多分、嫌なんでしょだ要は自分が金負担するの猫まごときに、いや、わかる？あ、わかるよ、俺、すごく。自分の好きな女とか、自分が気に入った女だったら、お金出してもいいと思う。ただ、自分が気に食わない女と生活するのに、シェアじゃん。当たり前だけど。折半でしょ。そう、寄り目の時代が来たんだよ。これを物にするかしないかはあいつしない。多分しないと思うけど。多分お母さんの金を狙ってんだよ、だ要は。あの生活費から何か面倒見てもらって、うん、だから揉めるのはもう近いうちで、ね、猫間好きじゃないに決まってんじゃん、だってさ最初はね寄り目が猫間と付き合い始めは猫間ちゃんなんて俺が養うから仕事辞めなよって話だったので、今財布別々になったんだよ、3日4 1週間ぐらい前かな、うん、猫間ってあのお金返してって、えなんでって言ったらあの生活のその財布は別々にしようって話が変わったの、これって好きじゃないからそうするの、わかる、そう寄り目ダメなんだよな本当な、うん、うん、そうだからそこ仕事辞めて俺が養うからって言ったのに、あ花火あるけど来たこれ来たこれイエイ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 来たこれ来たこれイエイ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 ありがとう銀河ギャラクシー銀河、うん、まあ猫まあブスだもんな、まあ勝手だよね、勝手でしょ、だから要はそういうことよ、うん、で猫間の実家にいるから食費から光熱費から家賃から払わなきゃいいんだよ、払わなくても別に問題ないじゃんね、今までは寄り目の名義だったから自分が払わないと自分が滞納になったでしょ、
でも猫間の実家でお母さん名義の家で住んでるわけよ。ね、よりめがお金払わなくても猫間のお母さんは払うわけですよ。ね、払わなきゃいけないんですよ。誰かが。よりめは払わなくてもいいんだよ。だそんなのわかるじゃん、考えて。うん。俺がもしね、彼女がいて、で彼女がね、お母さんと同居してって言われたら、俺断るもん。ごめんって、揉めたくないしって。ね、例えば生活環境が一緒になると、ね、顔を合わせる時間も増えるし、お金の面でも、例えば家賃だとか、光熱費だとかも、問題がね、俺はそれは無理だと、はっきり言うもん。うん。じゃあ、お母さんが許したってのも、不思議だよな、ほんとな。俺絶対断るもん。揉めたくないから。ねって。うまくいってる関係も、失敗するしって。だったらもう年に1回とか2回食事行ったりはいいけど、一緒に住むのは絶対嫌だって。まあ確かにね。全然見てない。そう、そんな感じなんだけど。お前には来ない話だろ。ところがギッチョン来ちゃうんだな、これが。いや、病むと思うよ。たまんないよな、親となんかな。絶対嫌だ、俺。例えば、なんか一泊二日で旅行行こうとか、もうほんと無理。うん。でも、まあ一日ぐらいならって思えれば、まあいいじゃん。まだ。部屋数多くないよ。2DK。うん。ところがギッチョン、ポンポコチンだよ。うん。例えば、うちはね、実家が 5LDK なの。だからそれだったら別にいいじゃん。ね、まだ若い頃はさ、女、と同棲したこともあるよ、実家で。5LDK だからね。ぶっちゃけ。うん。で、2DK で、絶対無理。うん。まあ、似てるな、確かに。いや、まあ、食事ぐらいならな、まあな、まあ、年に2回、1回、2回。うん。おうち実家持ち家だもん。うん。3階建てだもん。いや、3人はきついよな。で、しかもね、しかも、働いてりゃいいんだよ、自分が。朝出てって、夜寝るだけだったら、別にいいじゃん、ね、言っても。あ、今日もお疲れ様、みたいな。あ、ご飯作っといたら、お風呂も沸かしたし、みたいな。ありがとうございます、お母さん、みたいな。それはいい関係は築けると思う。24時間いるんだからね、家に。ね、娘の彼氏が。で、例えば稼げてればいいよ。ね、毎月100万とか。あ、お母さんいいよいいよ、家賃も光熱費も払うよ、みたいな。うん、そう、ま、アパート。言ってればまだいいじゃん。あ、あなたいい人見つけたわね、みたいな話になるじゃん。お金がありゃ。金ない無職だよ。で、しかも生活保護の不正受給もめくられて多分手紙が行くよ。あの家に。うん。うん。親おかしい。絶対ストレスになる。な、お風呂とか絶対だよね。本当に。絶対無理。俺なんかカオリンの実家で頭洗ってたの。電気消えたのね。あれと思って、停電かと思ったら、カオリンのお母さん電気消してた。そうなった瞬間、俺はもう本当に嫌いになっちゃうから。あ、この人。で、俺がトイレ入るとトイレットペーパーなかったり、靴隠されたりして、あ、俺のこと嫌いなんだなって分かったわけ。そうなると俺も嫌いになるじゃん、当然。ね、頑張って好きになろうと努力したけども、俺がおっぱい揉んじゃったがせいで、そういうことされるわけ。まあ、俺のせいかもしんないけども、ストレスになるよな。胃が痛くなった。カーリンの家にはね、半月ぐらいかな、多分。2週間ぐらいだと思う。はい、風船ありがとう。うん。揉めるよね。そう、すごい、電気消されたもんね。びっくりした。あれ、電気だなとか思って。いや、多分2週間、3週間だと思う、多分。そのぐらいだと思う。もう無理。耐えられない。うん、で、カオリの親に、お母さんに、ね、カズマさん、あ、何ですかって言ったら、うちの娘は、泣く泣くあなたで我慢してんのよって言われたから、多分俺も我慢してますよって笑いながら言ったのも原因だと思う。多分背伸びしてますよ、あなたの娘さんって言ったの。逆ですよ、我慢してるの僕ですよって。うん、脱衣所ないしな。そう、カオリンとそっくりだからおっぱい揉んじゃったんだよ、お母さんが。間違えちゃったね、あれね。でも柔らかかった。
まあ俺ほらね、売り言葉に買い言葉で、俺ほんと口数が減らないから、ほんとに口が、うん、あれああいう言えばこう言うだから、つい言っちゃうんだよね、無意識。あいこんばんは、うん、そう計画定名、あとなんか無視されたりとか、あとご飯がキャットフードとか、バイク乗りにくい、もう、らしいね。じゃあなんで買ったんだろうね。一回試乗すりゃよかったもんね。うん、あ、やられた？やっぱやるでしょ？メロンソーダ、そういうこと。やるのよ。田舎者は。うん。うん。まあ、筆下ろしたら誰でもいいじゃん、別に。そうだよね、別に。ね、もしも、じゃあ100歩譲って、お姉ちゃんで筆下ろしたとして、なんか問題あんの？俺は悪いけど、学生時代、ね、いちゃんまだ若いから、まだ女体知らない時に、お姉ちゃんに500円払っておっぱいも揉ましてもらったよ。それは事実。まあ、近親相関はしてないけども、でもじゃあそれもね、近親相関だって言われたらその通りだし、でもね、若妻って、500円でおっぱいも触らせてやるって言われたから、まあ、服の上からだけど、うん。それは兄弟の助け合いだと思ってるし、俺は。うん。そう。それはビジネスだしね。知らない。もう絶対にしてる。あいつおっぱいでかいし、まあいいかなと思って俺、まあ兄弟だしいっかと思って、痴漢やるよりいいでしょ、捕まるより、そういうことよ、ご助会よ。柔らかかったね、おっぱいって柔らかいなと思いましたね。おっぱいってなんかマシュマロみたいみたいななんか、うん、気持ちよかった。え？いやいやね。まあ、それは素直な感想よ。嘘ついたってしょうがないでしょ、そこ。ね、俺は素直に言うよ、それは正直。も問題ないじゃん、それはもう。お互いビジね、もうギブアンドテイクなんだから。ね。まあ、賢くはねえよな。うん、はい、こんばんは。抜いたことないじゃないって、俺一回しかないって人生で。うなちゃんま。FC2 だ。綺麗じゃないよ。柴田理恵とか、そっくり。柴田理恵そっくり、まあ、正直ねないよね、まあ、でもおっぱいまあいいじゃん。いやエッチする回数減るだろうねってか、ゼロになるだろう逆に。っていうか俺思うの、お前ら不安とかないのっていう。例えば、あお母さんの家か、いやどうしようみたいな、嫌われたらどうしようとかさ、あね、例えばあなんか家事の手伝いとかしないと悪いかなとかさ、普通思うじゃん。セックスしてる場合か、俺はそう思うよ、うん、俺は。例えばね、あお母さんなんて、あ今日はねちょっとゴミ捨てちょっと整理整頓して重いものとか処分しときましたよとか言って、 ありがとうねとか言われたいじゃん。結局何も考えてないのかな、考えてないのか。俺はお前が心配で、うわ腕優しいなお前な、あとで俺のでっかいチンチン舐めさせてやる、あの二人ならセックス。え、だってお母さんの部屋の隣だよ、襖隔てて、うん、いやわかるわかるわかる、猫間ななんかにゃん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 とか言った時に俺本当に本当にね、ごめん、もうね俺は捕まりたくない、もう暴行事件は起こさない。3度目の。もう次実刑だから。だけど俺、あれ目の前にいたら多分殴ってる。なんか、昼間なんか、クローゼット漁ってたの、猫まが。で、なんか猫の手かなんかつけて、にゃんにゃんとか言ってたの。俺、言っちゃうわ、あれ。うん、あれ言っちゃうわ、俺。ごめんね、懲役入るわ、あれ。ほんとに。ほんとごめん、もう殴らないって誓ったけど、みんなには。ごめん、ほんとに無理。それ。守れねえわ。そのやつやばいよな、あの面で、あのビジュアルでニャンニャン言われてさ、殺さないわけないでしょ。俺悪くないもん、絶対に。煽っての向こうだもん、うん、例えばルーとかがさ、ニャンニャンとか言ったら可愛いよ、あー可愛いなとは思うよ。完全にこれ情状酌量つくよね、うんうん、多分あいつが死ぬまで俺殴ると思う、殴り続けると思う。いや、無理だったね。俺、あ、もうちょっとね、ピキっちゃった。本当にごめん。あのニャンニャンは、もう許せない。俺許せねえ。マジで。絶対許せない。